日本人を語る第2回目ですね。今日も小奈木先生にお越しいただきまして、この前の続きですからね、この前宗教とかそういうものに対する入り口ぐらいのところまで入りましたんで、今日は少しその中の具体的なところから話を進めていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、日本のこう、神様観みたいなものを、考える前に、日本人にとっての常識となっている、アダムとイブの方から入った方が分かりやすいかなというふうに思うんですけども、神話っていうもの自体がそれぞれの国や民族のアイデンティティとなり、それが良い意味でも悪い意味でも非常に大きな影響を及ぼすということを実はアダムとイブで考えてみたいなというふうに思うんですね。でこれは有名な絵なんですけども、旧約聖書に乗っかっている物語なんですが、イブが禁断のリンゴの実を、蛇に勧められて取っちゃいました。食べたと、でそれを自分も食べ、そして、夫のアダムにも勧めると、でアダムも食べてしまう、でこれ神様が非常に怒るわけですよね。でお前たちはなぜリンゴを食べたんだ、と叱られた時にアダムは、いや僕が悪いんじゃありません、神様が作ったイブが私に勧めたんです、これ、上手な言い方してますよね。神様が作ったイブが勧めたんでっていうことは、結局神様に責任転嫁してる、イブに責任転嫁してる、自分は一つも悪くないって言ったんですね。でならばイブ、お前が悪いのかって神様が聞きましたら、イブはいやとんでもないですと、私は蛇に騙されたんですって、こういう話になるんです。これはこれまた蛇に責任転嫁してる、で食べたのお前だろう、でアダムに勧めたのもお前だろう、いや私は悪くありません、これで神様激怒するわけですね。それ、ではイブに対してはもう未来永劫生みの苦しみ、出産の際の苦しみと、お前たちは夫から支配され続ける、という罰を与えた。で男性に対しては地面から苦しんで食べ物を取る、つまり農業をやって食べ物を取るということと、死んだ後土に帰る、これ死んだ後土に帰るのは実は男性だけなんですね。なるほど。女性は死ぬとどうなるんですか？女性は死んで別に土に帰るわけでも何でもなくて、女性はヨーロッパでは女性は人間ではないっていう考えもちょっとありますからね、奥にね、だからそうするとね、やっぱりこう社会がこう自由がこう広がってきますとね、女性たちは怒るわけですよ。そうですね、そもそもその人間扱いされてされてない、そうなんです。死んだ後土に帰ることもできない、そう、挙句の果てがもう一生、愛する旦那と結婚したと思ったらその瞬間幸せだと思ったのに、ね、教会のしゃべりで金庫観光やって幸せになると思ったら、もうその後ずっと旦那に支配され続けてる。そうですね、冗談じゃないやろということで起こったのがウーマンリブ運動であるジェンダーフリー運動からですね。でそれがやっぱり社会の中で非常に大きな影響を及ぼしてくる、また結婚するということ自体が女性にとっては支配されるという苦痛を生むんだと、そうですね、いうことになってるんですけども、これ人間本能で子供を作らざるを得ない、そうですね、っていうことはもう旦那は、旦那っていうか男性が女性を口説こうと思ったら、私の愛しの君よとこう、大げさなポーズでやっていかなければならないということが、文化として形成されてしまう。だから僕なんか男女平等という概念はヨーロッパとか大陸中国ね、あっちの方にはあるけど、日本はもともと男女を比較したり、男が女を支配するという概念がないので、男女平等という概念もありませんと。そうなんです、どっちかっつったら、僕ら結婚すると大体派遣労働者になって妻から家の外に追い出されるっていうのが普通ですから。大体家の神さんですからね。そう、神さんです、神様という扱いになる。そうで、もともと我が国では給料っていうのは、これは旦那が働いて稼ぐにしても、もらった給金というのは全部家に払われるものなんですね。個人じゃないんですね。所有権は旦那にあるわけじゃないですからね。だから例えば武家であれば、家に国がついてるわけですからね、家というものに国高がついてる、家についてる、だから支払いも当然家に払われる。そうですね。でその家の
財政管理というのはその奥方が全て行うと、はい、いうことになってまして、はいはいはい、旦那は奥方に使われている状態です。そう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 、旦那がむしろ支配されている、非常に正常な状態ですね。正常な状態そういうそういうものってのはじゃあどこから来てるのかといえば、やっぱり一番最初の、まあ、神様ね、神様、イザナギとイザナミの二柱の神様が小野頃島に降り立って、国を生み、神々を生み、海の果てに偉大な天照大神様をお生みになったんだと、最初から力を合わせてる。実はねこれ古事記の方なんですけども、日本書紀になりますとね、もうちょっと深いんですよ。あ、なるほど。イザナギの御子とイザナミの御子と雨の浮き足上に立ち、共に計りて岩国は、そこの下には兄国泣けむ、雨の沼子を回しては青海原の下を探れば矛の下から垂れる潮、懲りてなりては島になる、なお小野頃の島というと、まあ、こういうふうに文章が書き込むんですけど、これ七五読みなんでね、非常にこう、まあ、テンポがいい。この中でね、そこの下には兄国泣けむってあるんです。これ七五読みになってるんですね、でこれ漢字でこうなるんですね。そこの下に兄国泣けむや。なるほど。で兄何々やっていうのは単純に言うと、国はあるだろうか、ないよね、じゃあ俺たちで作ろうよって話になるんですが、問題はこの兄という漢字なんですね。まあ、拡大するとこういう字になりますけども、山辺に豆と書く。そうですね。でこれで兄国ですね、はい、でこの兄っていう漢字ってもともとこの神社の楽太鼓、なるほど、これの象形なんです。なるほど。でこれがこうなってこうなるわけですね。でこの四角いところ実はこう丸いわけです。でこの太鼓っていうのは、婚礼の儀ですとか、要するに喜びの時、楽しい時にだけしか鳴らしちゃいけない。なるほど。それはそうですよね。あの暗いや、あの悲しみの席でこんな派手な太鼓持ってきてトンカントンカンやったらみんな怒っちゃいます。これあくまでも喜びの時にだけ打ち鳴らす太鼓。なるほど、なるほど。ということは兄国というのは喜びの太鼓を打ち鳴らすような国、なるほど、というふうに読むことができるわけです。じゃあ日本はもともとあれですか、喜びあふれる楽しい国にしようと思ってできた。そうそうそう、あのイザナミザイザナギが、はい、なのに最近ではタバコ吸っちゃダメだとか、そうそうそう、非常事態宣言とか、はい、変な暗いもんばっかありますね。はい、ひどい話ですよね。ひどい話です。そもそもその国民のみんな、みんなにとっての喜び、そうそう、楽しさっていうものを、ちゃんと国や行政がね考えてるのかどうか、全然考えてないと。もう大体あの公営ギャンブルを都から出てけてやってたあたりから、そもそもちょっと変おかしくなってきたんじゃないかなと思うんですけど、ね、大体都知事なんていうのは人を苦しめるのが楽しいって僕はいつもこんなところでやっちゃいけませんよ。今日はあの文化を語る政治は語りませんからね、そうですね。そうなんです。大体ちょっと前に戻りますとね、はい、イザナミイザナギのちょっと絵があるじゃないですか、はい、これ自体ねなかなか面白いのはね、あの女の人はねこう威張って立ってるだけなんですよ。働くの全部男なんだ。それでこのイザナミイザナギの話を読むと、あのイザナ女性の妻の方は割合しっかりしてて、はい、それであのどんどん実行するんですね、はいはいはい、で男の方はまあどっちかとついていって手伝うと、辛い仕事を手伝うってなってますよね。だからこれが最初の夫婦だから、はい、だからあの日本の女性は元から威張ってたんですかね。まあ、威張ってたっていうよりも、あのもう男が豆だったのかもしれませんしね。あ、なるほどね、はい、男があのこのイザナギっていう男の神様の方は人がいいですよね、はい、人がいいですね、非常にね、はい、でも最後の別れのシーンでね、そうあの、まあ、いろいろあって、でイザナミ、まあ、つまり奥さんの方がね、もうお前がそのようなこと愛する夫よと、お前がそのようなことをするならば、お前の国の民草を一日千人首に殺してあげるとか、まあ、こういうわけですよね。恐ろしいですよね。女の人はもともと恐ろしいですからね。首を殺すってわけです。この時にね、旦那が何と答えたか、愛する妻よと、ね、お前がそうしたいならそうすればいい、ならば俺は毎日1500の産屋を建てよう。産屋っていうのは赤ちゃんが生まれている時に建てる、ね、1500-1000になるんですか、はい、そしたら人口増えてきます。なるほど。あのお前がそのようにするならばお前を叩き殺してやるじゃないんですよね。なるほど、はい、勝負しろでもないんですよね。なるほど。なるほど。俺の方が力があるんだ。それもやらない。でもないですよね。そうじゃなくてお前が、そうかそうかと。そうですよ。あんたが恨みで1000人殺すなら俺は1500作って何とか辻褄をつけるよと、はい、こう来ると、はい、偉いですね。好きにしてちょうだいと、やりたいようにやれと。なるほどね。だから、はい、だいたいそこなんですよ。そのだから歴史、日本の歴史を学ぶアダムとイブの話とイザナミイザナギの話を比較してみたらね、あの日本の方がはるかに女性の地位が高いにもかかわらず、ジェンダーとかいう英語を持ってきてですよ、
それであたかも女性が虐げられているような幻想を作ってやってはいるんですよね。問題なんですよ。まあ今日はまあそれで次行きましょうか。あんまりこのまあ兄は分かりました、はい、これがまあ喜びあふれる楽しい国ですけども、これね、うん、兄という漢字、よく見るとね、山に豆と書いてある、はいはい、豆って音読みでとですよね、はいはいはい、山にと、うん、山と、ああなるほど、大和の国は、そこから来たんですか、はい、喜びあふれる楽しい国、おー、なるほど、そこから来たかどうかは分かりません、あ、はい、大和って知ってるかとお前っつってね、はい、我々のご先祖は日本というこの国をね、そうみんなが喜びあふれる楽しい国になるようにと言って、なるほど、大和の国という名前をつけてくれた。だから僕もお酒を飲みすぎて痛風になるという、これ正しいでもやっぱり家庭を作るのであるならば、家庭が喜びあふれる楽しい家庭、そうそう、会社であればその会社が喜びあふれる楽しい会社、 そして喜びあふれる楽しい地域、そう喜びあふれる楽しい東京都、そう、ね、喜びあふれる楽しい国、そう、はい、ええ、それを考えた時に、果たして今の政治とかね、ええ、まあ、某知事さんとかね、ええええ、いうふうな人たちはそういうふうな行動を取っているのかどうかっていうふうに考えてみると、ああちょっと違うのかなっていう、そうですね、はいはい、そんなことも言えるんだなかろうかと思います、はい、でこういうあの要するにアメリカの神話から、まあ今この日本の神話の入り口のところにまで話を持ってきたんですけども、いやこういう神話が一体いつ頃から形成されたんだろうかっていう話ですね、ええ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 、でこれは僕ねそれいつも疑問に思うのは、大体日本に人が移ってきたのが5万年ぐらい前かなと、いやちょっと違うご意見からします、はい、それから3万5千年ぐらい前から縄文みたいな文化ができてきたかなと、その前は後期石器時代かなんかでちょっと分かんないけど、それから縄文ができて3万5千年ぐらい前にできて、それで神話ができたのは弥生ぐらいかなと思うと、どうなんですか。まず神話の形成ですけれども、はいはいはい、これはまあヨーロッパの研究なんかで言われていることなんですが、西洋ではだいたい8000年前ぐらいから、なるほど、ね、つまり人類が共同体を営むようになる、そうですね、その時に我々はなぜこの共同体を営んでいるのかということの物語、ストーリーが必要になってくる、まあ、つまり、はい、一部族が20人とか30人の時は、はい、そういうものを生まれなかった、生まれない、しかし都市ができて1000人とか2000人とか住むようになる、そうするとまあ王様ができたり、王様が死んだ時に住民が殉職したりっていろんな矛盾中かそういうものが出てくる、はい、そこでまあ神話とか宗教とか、まあ、そういうものをみんな考え出すんでしょうね、はい、これはもう生活の知恵ですよ ね、そうですね、だから逆に神話のいらない集団っていうのは お猿さんの集団ぐらい、はい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 、あの規模であれば神話いらない、いらないとね、それがやっぱり大きくなってくると、どうしてもそういうものが必要になってくるということになると思います。で、実は戦前の教育では、神武天皇以前の時代っていうのは、はい、これいわゆる広告士官で神話の世界だっていう説明だったんですね、で縄文時代とか弥生時代っていう時代区分ってなかったんですよ、はい、まあ、2600年前は神様だったかな、もう神様の時代ですね、なるほど、なるほど、神山と岩彦の言うことというぐらいで、はいはいはい、まあ、半分神様ですから、はいはい、でそれよりも前の時代っていうのは、まあ、もう分からない、はい、そこはもう神々の時代であって、なるほど、まあ、せいぜい日本が歴史として遡れるのは、まあ、3000年がいいとこだろうというふうに言われていたわけですね、なるほど、なるほど、でそんな中にあって明確に歴史として認識できるようになったのが、これがまあ2600年前だと、はいはい、はい、いうことで、あ、なるほど、はい、中国人が日本に留学してきて、あ、まあ、当時日本は東洋の花だったわけですから、はいはいはい、でその教育を受けて、はい、でお前たちにも歴史はあるんだよ、はいはい、神話だってあるんだよ、はい、しっかりしたまえって言われて、でどれぐらい中国は古い歴史があるんですかね、まあ日本が2500年だからとりあえず倍の5000年ぐらいじゃないかということで中国5000年が始まった、まあ、はい、そうですよね、だから日本で集落が都市になる時期っていうのは、いやそれは割と最近でしょうね、そうでもないようなんですね、はい、まず戦後結局その GHQ が入ってきて、うん、はい、広告士官が否定される、はいはいはい、否定することによってにわかに活気づいたのが考古学会なんですね、はいはいはい、で考古学会がもうそれまではいろんな発見をしても全部そのただの遺物という扱いでしかなかったものが、はい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 、実はそれは文明を意味するんではなかろうかというふうになってきて、でこれで実は考古士官に代わる歴史認識として縄文時代、弥生時代という時代区分が生まれます、はい、もともとは縄文式土器、弥生式土器だったものが土器から時代に昇格してるんですね、はい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 、でその中にあってまず弥生時代の土器が発掘され、うん、そして縄文時代をずっと追求していったらなんとですね、
土器に至っては今から最も古いものが今1万6500年前のものだと。ああ、そうそうそう、とんでもなく古いと。そうそう、でしかもその集落の規模もやっぱり数百人から千人ぐらいの非常に大きな集落がすでに万年の昔に営まれていたというのが分かってきた。でさらにですね、研究が進んできまして、いわゆるその磨製石器、そもそもヨーロッパで8000年前のシュメール文明から神話が登場したというのは、その時代に磨製石器が登場する。なるほど。つまり旧石器の時代であれば、まあ、お猿さんの集団でも、猿もその石を使って、石を道具として使うことがあるんですよね。ただお猿さんが石を加工して、まな板にしたり包丁にしたりして使うことはまずないです。つまりお猿さんの石の使い方と人類の石の使い方が明らかに変わるのは磨製石器、つまり人間が手を加えて必要な形にして使うようになった。それはあれですか、区分としては新石器、新石器ですね、新石器で例えば黒曜石みたいなものを使って、叩いて鋭い刃先を作ると、こういうものの遺跡っていうのは、そうですね、そのやっぱり2万年ぐらいになるのかな、今日本これがですね5万年になる。昭和26年に発掘された、赤城山麓のものが大体今から、まあ、2万年前のものでこれ、ごめんなさい、3万年前のもので、これ世界最古だというふうに言われていたんですけども、もっと古いのが出ちゃった。なるほど。でそれがですね、今から3万8000年前、3万8000年前で、その3万8000年前の石器、磨製石器が沼津と長野から出土したんですけども、この石がですね、なんと伊豆諸島の神津島の石なんですよね。神津島は黒曜石みたいな石が多いですからね。そうなんです。あそこまで行ったのか陸続きだったかな。いや、陸続きありえないです。ありえない。そうするとその船で、伊豆半島の先っちょから神津島まで海上57キロあって、あそこものすごく潮の流れ速いんですよ。その潮の流れの速い海洋を丸木船で行ってくれってことは不可能なので、これ明らかに3万8000年前の時点で、航海技術と船舶があったとしか考えられない。なるほど、なるほど。いや、大体日本人のルーツはすると、まあ、いろいろ議論があるから、まあ、ここであんまりやってもあれなんですけど、まあ、東南アジアの方から船で来ることも考えられますからね、海流が、まあ、黒潮だから、まあ、航海はかなり得意だったと。僕もね、まあ、鉱物っていうか資源ですからね、黒曜石なんていうと、ていうかそういう硬い石っていったら神津島なんか思い出しますわね。その頃からだから神津島にそういう石があったという情報があるっていう自体がすごいですね。ってことはもう、まあ、偶然にしろ何にせよ、船でしょっちゅう海洋に出ているというものがあったということですよね。よっぽど西側に進まないと神津島に流れ着かないからね。そう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 。で大変ですよ。そのぐらいまで時間、要するに万年の単位で歴史を遡ってくると、今度は地形がですね、現代の地形とまた全然違ってくるわけです。違いますからね。もう日本海側の方にはほとんど海流は行ってないので、日本海側は全然様子が違うとかそういうことになりますからね、もしかしたら日本海海がなかったかもしれない、なかったかもしれない、ギリギリのところになりますよね。で、まあ、例えば Google マップなんか見ますとね、まあ、こんな感じなんですけども、今から2万年前ぐらいですと気温が非常に低かった、まあ、最終氷河期ですね、でその頃海面が今よりも140メートル低かったと言われてるんです。でこの薄い水色のこの黄海と東シナ海、これは陸だった、これが水深130メートルぐらいなんで、全部陸なんですよね。で今名前がついてまして、これ東東亜平野って言います。だからこの琉球諸島のあたりもですね、この真ん中のところっていうのはこれは まあ、内海、地中海みたいなね、内海で非常に波が静かって、で琉球諸島も今沖縄とか、まあ、そういうふうな島、ちっちゃな島があるだけですけど、これご覧いただいて分かるように大きな列島形成してる、ね、どっかでちょっと切れてたかもしれないけど、この辺、まね、まあ、切れたところは1箇所か2箇所あったでしょうね、で列島を形成していた、これがもう強大の内海になってる、しかも水深が浅い、で海の水がきれいですから、お天道様の光がこう、まあ、海底まで届く、そうすると当然プランクトンが繁殖する、で海藻が繁殖する、魚の宝庫になる、非常にまあ暮らしやすい地域だったのだということが言えると思うんですね。まあ、寒くてもこれはまあ海だし気候温暖だったでしょうからね、先ほどの話はこうここが海になって、この対馬 海流から日本海の方に水が行く時代っていうのは結構後だろうと、後ですね。ですから日本海の様子は相当違うから、
まあ、こう日本海側の気候っていうのもだいぶ違ってたんじゃないかという気がしますよね。と思いますね。この辺は面白くてですね、雪が降るっていうのは海が暖かくなきゃいけないから、その頃の日本海っていうのはそんなに暖流が来てないと思うんだけど、ね、普通に Google マップですけど、はいはいはい、まあ、ずっとこうやってきますとね、これ北側やっぱり陸で塞がれて、まあ、全部塞がれてるんですよ ね。そうするとどこかのタイミングで海の水がドドッと流れ込んできたという状況だったろうなと言えるんですが、これが例えば開いた時にわーっと黒潮が来ますよね、いっぺんに ね。もう不思議なのがね、こんなのがあるんですよ、これ新潟のところからこうあるんですけど、これなんか川みたいな跡があるでしょ、海底に川がある、でこれ明らかにこれ渓谷を作ってますよね、渓谷を作ってますね、こんな形でね、随分長い川ですね、長いですね、こうずっと上の方まで行きまして少し隠れるんですけども、これ陸地ですかね、これは今ここ陸地、いや陸地だった可能性はありますよね。まだ海か、まだ海です。この辺がまあ山岳地帯なので、山岳地帯から、まあ、大きな川が流れていたという可能性はある、ね、ありますね、はい、だから、まあ、今の我々が知る地形とは全然違っていたっていうことは言えるし、そう逆に6000年ぐらい前ですと、この白っぽいところね、これほとんど、海に越していた、ということですから、とにかくその万年の単位の時には、今と同じ地形の中でしか物事を考えないって、これ絶対ダメなんですよ、ね、そう考えると、日本人はどこから来たのかっていう時に、まあ、ここが陸続きでこう上から来たんじゃないかとかね、それからここから 船で渡ってきたんじゃないか、別に船で来なくたって歩いてくればいいよなんかどっかのテレビでね、東大の先生かなんかね、ここね丸太船かなんかでね言ってた、僕その頃の丸太船必要だったのかなっつってあ、それからねもう一個ちょっと質問があるんですよ、考古学っていうのはね、物が発見されないと考古学できないじゃないですか、だけど物が発見されないものっていっぱいありますからね、石とかそれは土は土器は残りますよ、だけどそうじゃないものとはいくらでも前にあるはずだし、それからもう一つは海水面が低い時は今海水面になってるところを見に行かないとわからないですね、みんな海の中だから、はい、ところが今の僕考古学見てるとどうもサボってんのか陸地しかやってない感じがするんですけど、どうしてですかね、あれは。まあ発掘しやすい、みんな少ない予算の中でやってるんで海の中だったら大変いけないこっちと思ってだけどその150メートル低いわけだから、それ当然海岸付近のところに人がいるわけだから、はい、今はその寒い時期の日本の歴史の考古学っていうのは山の上だけを見てるようなもんでしょ。そうですね。ね、もったいないと思いますね。うん、これまあ台湾とね沖縄の間ですけど、この子もう明らかに川の出口と思われるようなね、地形が今でもしっかり残ってますよね。なるほどね。あと不思議なのがね、こんなのもあるんですよ。これ平行線がこうあって、なんか都の跡みたいな。なるほどなるほど。なんか不思議な地形があったりしますね。まあ、これがGoogle マップ上のただのシミなのかね、まあ、実際にそういう地形になっているのかまだ分かりませんけども、大切なことは全体の大きなこう地図を見たときに、明らかに赤道直下の暖かいその暖流がこう流れ込んでくる、でフィリピンからずっと北上する、でここでですね、これも列島なんです、ここで暖かい水が寒流するわけです、ここって全体にものすごく温暖だったっていうことが言えるわけです。それはそうですね、はい、何しろあの赤道直下の水がこう来てぐるぐる回ってるわけだから、えらく楽な生活をしたとですね、まあ、ここに日本があって水平にこう移動しますとね、イギリスとかデンマークとかずっと北なんですよね。これはまあメキシコ暖流ですからね。そう、つまり暖流が流れているってことはそれだけ暖かく温暖な気候を生むということですから、ここ本当に住みやすかった、はいはいはい、でここの列島を見ますとね、こう島が点在するわけですからね、この白っぽいところ全部海の上に顔出してるわけですよ、こうすると島に渡るともう向こうの島が見える、でそのまた向こうにまた島が見える、島から島ずっと渡っていきますとね、小笠原諸島を通ってどこまで行っちゃうのかなって、なんとガム島まで行っちゃうわけです。ガム島までね、はい、なるほど。で不思議なことにね、ガム島に、こういう遺跡があるんですね。
タオタオモナって言うんですか、石柱群。でこれスペイン人がやってきた時にこれなんだって聞かれて、はい、島の人がこれタタモナタタモナタタモナって言ったんで、タオタオモナっていう名前がついたんですが、もうタオタオモナっていうのを、うん、我々日本人が来ますとね、どう見ても尊いもの尊いもの尊いものね尊いもの尊いもので、あのチャモロ人 の, あのガム島の先住民族 の, その言語っていうのは、うん、ほとんど日本語と同じ。なるほどなるほど、はい、ということはもしかするとね、なるほど、まあ、あくまでももしかするとの話ではありますけれども、まあ、この中をずっとね、僕はあの日本の頭の方は歴史学者じゃないですから大丈夫です、はい、大丈夫です大丈夫です、その可能性があるとなるほど。で面白いのは、うん、こちら側ガム島ライン、はい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 、こちらが琉球ライン、はいはい、2つの、ね、大きな流れがあったのか、はい、仮定します、はいはい、でまあ、どちらも海洋民族なんですが、はいはいはい、こっちは小さな島しかない、はいはいはい、こちらは割とでかい島がある、でかい島がある、うん、で列島をなしてる、はい、そうするとここにある大きな島っていうのは平野を持ってますから、はいはい、そこで暖かければ稲が自生する、稲ができる、はい、うん、で稲が自生するということはそれはまさに食べ物を産んでくれる原ですから、はいはいはい、まあ、縄文時代の用語で原っていうのは原っぱのこと言いますけど、はいはい、で原が原を暮らせるっていうね、はいはい、そうするとその宝の原、うんうんうん、だったのかもしれないと、うん、なるほど、なるほど、こっちは魚取ってったと、はい、太陽が照らす宝の原、なるほど、高間原なったかもしれない。な一方こちらの方は海洋民族で魚、男たちは魚を取って暮らしてたんです、で島に帰れば、はい、神さんがいる、はい、彼女がいる、うん、この、浜にいる神さんたちっていうのは女性たちっていうのが背にいる、はい、背っていうのはあの浅瀬のことですから、浅瀬にいる姫ですよね、なるほど、背に降りつ姫、背降りつ姫と、なるほどで、うながらの国、男はいつもあの海に出て危ない思いをし、女性は陸にいればよかったっていうことですか。そうそうそう、はい、あ、そうですか。だって出産するのに船の上に行かないですか。行かないですよね、はい、まあ、そんなふうなことでも大きな2つの文明圏があったのかもしれない。あ、なるほど、はい、うながらの国と宝の原の国の2つが地形的にあったかもしれない、はい、地形的にあったかもしれない。なるほど、あ、別にだから瀬尾律姫がこちら側の姫様だとか、うんうん、そういうことを言ってるわけではないですよ、うんうん、それなくてもしかしたらそういうものがもう3万8千年とか4万年とかっていう古い時代にあったかもしれない、で、まあ、そういうことを考えると結構楽しいじゃないですか。そうですよ。でこのあのだんだん海面がこう上がってくる、はいはい、島が失われていく、はいはい、こちらも大きな広大な平野が失われていく、はいはい、今までは熱帯ですから稲が自生していた、はい、でもそれがその平地が失われればお米食べれなくなる、お米食べれなくなってしまうとその冷蔵庫がなかった時代に長期の保存ができる食料っていうお米しかないわけですよ。そうですね、お米常温で20年保管できますからね、はい、そうするとそのお米がなくなるの困る。じゃ あ今までのように雨季と乾季を人工的に作ったらどうだということで、自然とこの辺りで水耕栽培、水田が始まる。でもその水田も海に没してしまう。なるほど。じゃ あの海に没していないところに行って、それで何とか生活しようじゃないかということで、多くの人々がこの九州の方へ流れていく。なるほど。天孫降臨で行われると。まあ、あの徐々に徐々にその気象の変化は緩やかですからね、はい、やっぱり人間もそれに応じて徐々に徐々に移動するんですよね。はい、これはもう潮が出てきたからちょっともう少し北に行こうかと、まあ、ここになります。そもそもだって土地の所有がない時代ですから、はいはい、人口だって日本列島全体で10万人いるかどうかですからね。まあ、そうですね。そしたら別にどこに住もうが、住もうがね、いつも空いてますからね。空いてる。境界の争いはないですから、はい、ということで、はい、あのこの後またこのマップの話は大体終わりでいいです。大体終わりですね、はい、あの Google マップがご興味のある方もですね、今まではあの Google マップのご興味のある人はあの人のうちはベンツがあるだろうか軽自動車があるだろうかとか、そういうあの私生活を覗き込むのに使ってた人もいるでしょうが、そういうことはもうやめてそれであの Google マップを使ってですね、はるか、古代の時代にですね、日本はどういうふうに生活を日本人はしてきたかということに思いを馳せた方がいいかと思いますので、 Google マップの使用の仕方も今根津さんの方でいろいろ示していただきました。それと歴史ですね、今ねあのいろんなことを言われてるんですが、水温が暑いか気温が低かった時と、それから非常に暖かかった時もあるんですね。こう寒暖が非常に多かったですから、それに応じて実はその海のこう形も変わって、陸の形ももちろん変わってるわけですね。それから日本と中国の関係とか日本と朝鮮の関係もまた変わってきて、
まあ、先ほど話がありましたね、グアムあたりに住んでる方々との関係もあると、まあ、ところが最近はまたあの東大の先生の悪口言いますと、東大の先生はあのポンコツですから、あの丸太船を使って乗ってみようなんてやってますんでね、僕もあれ見た時にテレビ見た時、いやなんだろうねこれはと思って、何年のことを想定してんだろうなと思いましたけどね。まあ、そういうことで、まあ、もう一つあの地球温暖化のと関係ではですね、あの非常に寒くて150メートルも海底海が小さい時にはですね、本当にあの大陸というのは歩いてこれたのかと、シベリアの方は陸続きだったわけですが、その陸続きのシベリアのところはどういう風景だったのかということもですね、まあ一人一人があの想像を巡らすとですね、またいろいろ新しい知見が生まれるんじゃないかと思います。今日は第2回ということで、宗教から始まりまして日本の地形、そしてまあ日本の神話なんかがどこから出てきたかっていうこともですね、まあ、関東説とか九州説とかありますが、まあ、それもその今のようにまあ、あの太平洋の諸国って言いますかね、地域との考えでまたいろいろ考えてみられるのもいいんじゃないかと思います。それでは第2回はこれで終わりいたします。どうも先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Hear the blush, they are gone.